じゃあ本館に入ってみます。もう入り口だけで大興奮しちゃったんだけど、本館ももっとすごい。ああ583系です。ああ商店、ね、583系。私これ多分一番好きな車両なんじゃないかな。このね、こっちのボンネット型は多分乗ったことあると思うんですけど、あれ急行能登で結構最近まで使用されていた気がするので、あれは485系かもしれないんだけど、まあ似たようなもんだよねきっとね。あ、嬉しい。行けるじゃないですか。ああ、黒潮だ。あの昔の黒潮ね、ディーゼルカーの頃の。 あと宝、これはあの貨物列車の特急列車ですよね。宝、あ、181系か。これは181系はさすがに入れないけど、でもこんな近くで見れて嬉しいな。そう、これがね、寝台車になるんですよね。こんな感じで、寝台車に。こっちは、この特急の車両だけど、やっぱり枕のところには白い布がついてないと、ちょっと変な感じがしますね。こっちはボンネット型の黒潮ディーゼルカーじゃないですか。すごい迫力ですよね、近くで見ると。ちなみに今録画を 4K に変えました。 4K でちゃんとピクチャープロファイルも設定して、100系新幹線ですよ。あ、見て見て、昭和の駅。駄菓子屋さんがありましたよ。駄菓子屋さんがあって、タバコなんかも売ってて、さらにここは昭和の駅。感じ、絶賛上映中、海底2万里だって。あ、この黒潮機動車ちゃんと中が見えるようになってる。これはかっこいいですね。かなりかっこいいですね。昭和の駅です。これツーショット撮りたいな。ああ、もう嬉しくて興奮しますね。こんなの DD51 ですよ。向こうが101系かな。これ扉が開いたり閉まったりしてて、 DD51 101系、そして EF66 があります。かっこいいな。EF66 って
なんか僕の中では貨物専用機って感じで、あんまり優美な感じがしなかった。65の方がどっちかっていうと好きだったんですけど、でもやっぱりブルートレインとか引くようになって改めてかっこよさが分かった感じがします。すごいな、トワイライトエクスプレスです。これ中は入れないんでしょ、さすがに。あ、そうそう、 EF65 です。これあの千番台じゃない方のね、 EF65 500番台とも違うのか、無番台なのか。これかっこいいな、素敵。あとここ昔車両基地だったので、こうやってなんかちゃんと現行の JR の線路とつながっていて、梅の麹機関区だったんですよね、もともと。ここは EF65 とトワイライトエクスプレスがいます。トワイライトエクスプレス中見えるんですかね、中入れたらいいのに、多分入れないんだろうな。あーでもなんか中見えますね。ほらランプが見えたりとかして、いやーすごい。しいんだ。こっちは特急日本海青森行き A 寝台。あ、これってこの A 寝台って、あの583系みたいな上下段の A 寝台なんだ。24系。でこっちはトワイライトエクスプレスの食堂車。いいな。この当時でさ、もしさ